日本プロ麻雀連盟チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。小車翔です。本日は第10期女流王座 A リーグプレーオフ A 卓の戦いをお届けしてまいります。実況は私、小車翔が、解説は今野慎太郎が務めます。今野プロ、今日はよろしくお願はいい、しよまろす。しくお願いします。はい、ここで一旦お知らせがございます。はい、本日の、出場選手宅組についてなんですけれども、はい、本来であれば、このプレーオフ A 卓 B 卓と、偶数順位で通過した選手、それから奇数順位で通過した選手という卓組になる、規定でございましたが、連盟協議規定ではですね、親子、兄弟、姉妹、夫婦など近親が同卓となった場合、他の卓の選手と入れ替えるという規定がございます。ただし決勝の場合のみですね、入れ替えることができませんので、正々堂々と勝負していただくという規定がございます。で、今回の場合は、今日の A 卓で二階堂亜希、そして二階堂ルミ、この2人が姉妹であったために選手の入れ替えを行っております。で、その入れ替えの規定についても、簡単にご説明させていただきます。A 卓で同卓の場合は、持ち越しポイント上位の方が B 卓に移るものと、するということですね。ですので、二階堂亜希が4位で、ルミよりも上位ですので、今回の場合は二階堂亜希が、B 卓に移動するということです。で、そして B 卓から、A 卓に移動してもらう選手の規定もございます。その場合は、その卓で最上位の方は、基本的には入れ替えをしないものとし、その次の方の上位から、その承諾の意図ですね、承諾していただけるか、断るかという選択がございます。今回の場合は B 卓の上位最藤から、順に、伺ったんですけれども、5位である泉の方が、入れ替えの承諾をしていただけるということになりましたので、今回は、二階堂亜希と泉由紀子が入れ替わるという形で対局を行うというふうに、連盟の規定によって決まりましたので、そのことをお伝えいたします。はい、以上ですね。はい、何か補足的な部分とかは はい、特に全部言っ大ちゃい丈夫ましたもんね。です。はい。ということになっておりますので、はい。よろしくお願いいたします。それでは本日の、出場選手を早速、紹介してまいりましょう。はい、まずはちいちゃからですね。ちいちゃからではないちいですちゃね。ではない。ではないなでんちすゃね。ですね。なんちゃでしたね。おそらく今日の打順は関係ないのかな。お。ありますね。はい、はい。ちいちゃからですね。内田みのり四段。プラス27.1ポイントというトータルポイントで、8位でプレーオフに進出しております。まあ、8位という位置でギリギリプレーオフ通過なんですけど、今日はまあかなり叩かないといけないいや、という。もう今日は行くしかないですよね。まあ、大体大雑把に言うと100ポイント叩かなければいけないので、まあ、上位3名が決勝というそうかでなすね。り、はい。狭い席ですからで、ね。特に今日は先の卓ですからね。はい。最低でも3位のね、斎藤さんに追いついておかないといけませんので、まあ、とりあえずも行くだけ行ってと、行くしかないはとい、いうところとですこかろだとは思ね。います。はい、ありがとうございます。続いて、なんちゃにこの方です。泉由紀子四段。トータルポイントがプラス97.0ポイント、5位で通過しております。はい、まあ、泉は5位と、まあ、上位陣がかなりポイントを持っそうですたね。トータルポイントになってるんですけれど6も。位から上はほぼ接戦なんでね。まあ、とはいえ、そうですね、やっぱり同卓の平岡さんをね、逆転するぐらいは伸ばしておきたいところですよね。特に去年ね、泉は苦い思いがありますそうでかすらね、かね。なり惜しいところで、決勝進出ならずとなってしまった泉でした。その雪辱戦となるかというところですね。はい、続いてシャーチャにこの方。はい、平岡理恵四段。プラス129.4ポイント、トータル2位という成績でプレーオフへ進出しております。はい、そうですね、1年間好調をキープしたのがね、ここまで来まして、多分このメンバーで平岡さんだけかな、女流王の決勝乗ってないのは。そうですね。はい、はい。で、私と同期でもありましてね、もう選手歴も長いんで、まあ、ここにかける思いは大きいと思います。なんかブログで昨日わざわざ浜松まで調整しに行ってきたみたいなんそうで、ですか。まあ、かける思いはね、一番かもしれませんなね。るほど、注目したいと思います。さあ、最後にペイちゃんにこの方。二階堂ルミ四段。トータルポイントがプラス85.0ポイント、6位での、プレーオフ進出となった、二階堂ルミです。はい、まあ、もうね、ルミさんはルミさんを通すと思います。なるもほど。ちろん決勝進出ね、目指して戦うと思うんですが、やっぱり最後まで二階堂ルミらしさをね、前面に出して戦うんじゃないですかなね。るほど。はい、まあ、そういうのを楽しみにしている選手、視聴者の方も多いと思います。注目していきたいと思います。はい、この以上4名での、対局となります。はい、ここでトータルポイントのおさらいなどは
大丈夫ですかね。はい、出ましたね。画面の方に、改めて、出場、プレオフに進出した8名のトータルポイントが映っております。はい、このような、ポイントになってますね。まあ今日の内田さんとね、来週の大谷さんはね、もう叩くしかないって感じですけど。はい。上は上で例年と違ってね、混戦模様ですから。そうですね。決勝ボーダーがかなり高くなっていると。例年100あるとほぼ残れるんですが、今年は100じゃもう残れないですからね。120、130になりそうなんで、はい、あのポイント持ってる選手もね、叩き行かなければいけないので、はい、普段とは違ってね、激しい戦いにはなるかと思います。はい、そういうところにも視聴者の方は、期待できるかと思いますので、お楽しみとなっております。さあ、なおルールは、日本プロ麻雀連盟競技 A ルールで行われます。早速それでは対局の方を見てまいりましょう。はい、第10期女流王家 A リーグプレーオフ A 卓、1回戦東杯の開始です。それでは1回戦を開始してください。本日の対局の達人は山田プロが山田博之プロが務めております。改めまして、トンチャに内田、ナンチャに泉、シャーチャに平岡、ペイチャにルミという並びでこの1回戦が開始しています。トン局親は内田でドラはチーソーです。さあ、まずは各社のハイパイから見てまいりましょう。親の内田、ダブトンが統一ですか。うん、そうですね。まずはその統一を端に分けてと、シャーから切っていきます。そしてナンチャの泉、ペンチーピンが埋まったところからちゃんと狙いですね。そうですね、ちょっと上がりまでは遠そうでしたが、ちゃんと狙いながら手を進めていく形でした。ペンサンプリとルミの手配は良さそう、うん、ユーピンローソード切り出しています。もうドラドラですね。うん、そうですね、チーソーが2枚の中にありました。うん、平岡はマンズの本一を見ながらという形ですね。そうですね、ドラを引けばそれでよしと、はい、引かなければ本一という感じですかね。はい、さあダブトンを1枚目から仕掛けていきます。はい、親の内田、これで本一以降ですね。うん、さあそしてチーピンを引き入れて、ね、早くもイシャンテンルミ、ただこのままピンフットなんかになるとチーソーが出ていく形になりますが、パーピン一気図が水と、うん、ここは目いっぱいのイシャンテンに構えています。ルミ、さあ内田は3ピンを積もって少し考えます。少し積もぎりましたね。ウーピンが2枚切れてたからですかね。うん、では面固定していいものかと。そうですね、さあ急走が重なりました。これは積もぎりとした平岡、はい、断面に満足の数が変化します。内田、うまくいけば差し事、はい、さあ泉のちゃんたも手が進んできました。そうですね、追いついてきましたね。もうイシャンテンも行きましたね。はい、まだ内田はターツオーバーの形。うん、平岡がジャンシャンテンぐらいですか。そうですね、今平岡が今分かりなからないです。ここで打ち出しかけます。はい、平岡は今イーシャンテンになってますね。イーシャンテンですか。はい、うん、このトーンは安全牌で持っておくかと。まあ、先に泡打ってもいいとこですか。はい、では3番の受け入れがあるんですね。このイヤーマンがあると3万で取るとローマンが切れるという。なるほどね。さあここでドラを使い切るならばというところですが、そうですね、あのサブローマンのターツを払って2度受けの老朽層に、うん、ポンテンでダーリャーマンとなりそうですね。はい、これでウッパーマン白という白であれば、はい、7700と。ルミさん浮いてますね、ウーワンが。そうですね、今ちょうどドラを使い切ろうと老朽層を二度受けにしたので、ウーマンが浮いてしまいました。うん、三万も強い牌ですが、泉切っていきます。守っ
ってたらやられちゃうっていう感じですかね、はい、泉さんからしたら。さあ内田が天敗、ダウンソーの天敗です。のルミは直行ペンサーズを引き入れましたけど、そうですね、町がマンズになってしまったのがねちょっと厳しいですかね。そうですね、実際パーマンは山に1枚だけ、残り3枚は平岡が持っていると。それでもリーチいきましたね、平岡自身もパーマンは町です、はい、本局からいきなり本局からぶつかってます。当たり牌、ああ馬が出てしまう、これは平岡への補充となります。はい、ドラを使い切ろうとルミ、ターツを絞っていきました。5200ですか、平岡の上がりは。そうですね、緩和に取れますね、はい、はいはい、ここは5200の報酬となってしまいましたルミ。まあそこでパスを引くとちょっとどうしても 2枚使い切ろうという、そうですね、意思になってしまいますかね。ただ行きましたね。そうですね、もうリーチも入って全員が全員前に出てますね。そうですね、珍しいですよね。うん、まあ、それだけ今日のプレーオフというのは直接対決な分だけ、そうですね、前に出なければならない戦いになっているという意味合いもあるのかもしれません。プレーオフならではといったところですかね。特にポイント差があるプレーオフって感じですか。はい、さあその最初の曲は平岡に軍配が上がっています。平岡が5200の収入を得ておりますプラス1号ですね。さあ当2曲となっています。ドラは3万、うん、いいですね、二階堂さん、ドラドラのチャンスで、ここはローソー、そして内田が早速2フーロ入れてますね。ソーズの本一トンポンして感動装置、まあドラを引いてもよしといったところですか。でこれさっきのね、はい、ヌミさんの見てるとまたこれドラ使い切るような手にしていきそうですけどね。ないしは4、5、6かな、はい、三蔵、これはピンで行った、三蔵から見切ってるんですね、まあと下茶で想図の本一を、そうですね、しているとケアなんでしょうね。平岡はパーピンを重ねてこれでピンズの方に一直線という格好か、内田ここで、はいはい、ペンサーを重ねます、ました、ね、はい、平岡にドラが来ると、はい、ピンはつもぎり、さあいいシャンテンの内田、カンパペン引けた泉ですが、なんかすごいですねいつもと違ってみんな前出てますね、やっぱり。確かに大体ほら普段のリーグ戦とかですと、まあ2フロー入った段階で2人ぐらい大体受けに回ること多いじゃないですか。そうですね、はい、あそこと1対1かとか、はい、そういうような構図になってる、誰も降りてないというね。もうこれ平岡をドラも切っていくと、そんな構えですよね。はい、さあ三蔵引いて、まあ、一応テンパです。これはさすがに、はい、ドラ使い切るっていう意味もありますし、はい、あの周りができたら行くんでしょうかね、はい、ただマンゾの人がだいぶ安く、そうですね、だいぶ切れてしまいました、はい、ローマンを積もったところ、一旦短期に受ける、そうですね、短期に受けといた方が良さそうですけど、ヤンピンあたり切っとくか、三色六チップ、おーここリーチに行きました。9万来てリーチと行きましたね。数ピンがね自分から3枚見えてるんで、3ピンがよく見えるんでしょうかね。はい、まああと親番ですね。はい、で内田さんがピンザ切りそうっていう、そのあたりでしょうかね。はい、リーチ行った理由としましては。おーこれはうまくいきました。うん、すぐに3ピンを積もって1000オールの上がり、リーチ積も。これは打点以上に大きな意味を持つ上がりですかね。ビールだったって感じですか。そうですね、裏ドラも見れますからね。ただね、場の状況を見てね、はい、冷静にリーチ打って積み上がりましたんでね、はい、いい上がりだと思います、はい、さあ
まだ2局しか行ってないんですが、今日はかなり乱打戦になりそうな、そうですね、激しいですね、雰囲気が漂っています。さあ、親は泉に変わっています。この3局、ドラはリャンマン、いい配置、多いですね、メンツが2つ完成してますね。それぐらいの形もいいです。こちらもジャンメンタツができて、ハッカー統一、これは国士ですね、かもしれないですね。もう何枚あるか確認済みみたいな並び方に、そうですね、なってましたね。9勝ありましたね、ありましたね、はい、もう国士ですね、うん、そうですね。ルミさん、ね、一発決めちゃえば、はい、ボーダークリアしてきますからね。そうですね、まあ、これもやっぱりプレーオフならではでしょうかね。さあ、ミシャンテンですね、はい、これでタイヤモに振り返りましたね。平岡、これも形が良くなっていきますが、ここは初を切っていきます。はい、三者で、はい、九州10敗となりました。秋、あ、失礼しました、ルミですね。さあ、ローマンを積もって、うん、ヤンゾを切っていきます。先ほどですね、改めてこの宅組の、変更について簡単に説明を欲しいというコメントが来てましたので、簡単にご説明しますと、連盟規定によると、兄弟、親子、夫婦など、近親による対局は決勝以外では、選手を入れ替えるという規定になっております。選手の、まあ、別の宅の選手の、承諾を得て、泉と、秋が入れ替わるという形で、今回対局を行っております。ご理解の方よろしくお願いします。はい、はい、さあ、断蔵はつもぎり、うん、ちょっとルミさん進まないですね。そうですね、三者の点から動かない状態、まあ役番狙いなんで ね、 そ う、 ですね、そう簡単に進んでもっていうのはあるんですけど、ただたまにサクサクっと行くときは、ね、そう行くときは行きますよね。ハイパイ8種とか7種とかからできちゃったみたいなときたまにありますからね。あの十段戦の時の柴田さんって、はい、九州なかったんじゃなかったっけ。九州はなかったですよね、たんじゃないですかね、はい、それでもね、ああいう場面の決まる時決まりますからね、はい、ここぞというばかり、もうここぞの最高峰ですよね、はい、ここで来てくれたらもう他はいいからって思うような、うん、すごいなと思いますよ、うん、本当そればっかりは、あの望んでもそう簡単に手に入る部分ではないというか、そうですね、はい、ここで来てくれっていうのは、はい、今ドラゴカス跳ねたしたこれで本一の方に、そうですね、9ピン切ったところで起こしてましたね、はい、平岡は数万を積もったところ、うん、いつもゲートします。いいシャンテンのまま、はい、うん、内田さんも仕掛けましたね。泉はここで仕掛けます。テンパイを取りました。 G1 が薄くなっちゃったんでね、うん、もう仕方なくっていうところですかね、はい、まあ公の維持という意味もありますし、そうですね、もうロー1も2枚全部自分から全部見えちゃいましたしね、うん、G1 も3枚目ってことなんで、はい、チートイツですね。そうですね、チートイツを一応しながらもうほぼ受けながらという、はい、格好でしょうか。バーマンはつもぎり、うん、あ、ドラゴツもぎった。そうですね、内田はあんこになっていたリャンマンでした。はい、
そうか、単野王じゃないんでね。そうですね、仕掛けはちょっと入れづらい形でしたね、はい、それでも仕掛けるっていう選択肢はまあありますけどね、うん、とりあえず形式転廃取っておくとか、はい、まあ食い替えもできますからね、うん、ただ上茶がルビさんなんで想像が出にくいと思えば動いてもっていうところもあるでしょうし、はい、さあここで内田がもう順目的にも苦しいと、はい、でまあこれは上がり目があるって、まあそしたらウーピンが流れると、おっとそうですね、これはウーピンだと3色がつきますので、はい、そうするとこれ3万結構絶好だったかなと、1枚とはいえ、そうですね、そんな気がしますけど、さあここで少し止まりましたが、うん、全員転廃ね、仕掛け入って転廃気配なんで、はい、なんとかね全員転廃に持ち込みたかったんでしょうけど、はい、もうちょっと順目が遅すぎた、はい、遅すぎたというところでしょうね、いうところですかね、はい、ここは、ルミが一人の点となってしまいました。内田、泉、平岡の3人転廃で利益となります、はい、はい、泉の親の連チャンとなりました。とにかく2本場となっています。ドラはリャンピン、はい、泉のハイパイ、うん、マンズと自敗が多めですが、うん、そうですね、まずはリャンゾーから切っていきます、はい、このドラが1枚イーマンからルミ切り出していきます。中段はイーマンから、うん、前者まずまずといったところですかね。ルミはドラが1枚ありますが、それを残しつつマンズの本位置へと向かっていきます。そうですね、チートでも OK って感じですかね、はい、まあ、そうですね、ダメダーズがさらにできたルミ、じゃあ急走は世の中に残して9ピンを切っていきます。まだドラは残してますね、トーンが重なります。横順を重ねてここはパーピンを切っていく。掃除で一面ず完成したルミ、手が進んでいきます。もうローピンを先に切っておくと、うん、布石ですか、スチーピン待ちも、うん、これでピンズは1通なんかを見ながら手を進めています。平岡さっき引いちゃいましたね、チーピン。そうですね、うん、したらダブトンを泉が仕掛けました。はい、ダブトン本位置と、そうですね、縦の十分な手配に向かって進めていきます。これでゴロチが見えてきましたが、うん、頭がうまく振り替わればゴロチですか。そうですね、ルミさんですね、さあ泉はトンペイと仕掛けています。いいシャンテン、三蔵積もって順切り、うん、平川中の統一を落としていきました。もう受け気味に打っている感じですかね、今回は。さあここで9万をポンして泉転廃です。サブローマン、ルミさんも押してますね。そうですね、全部ルミさんからですね、はい、トンペイ9万とルミからポンして、1万2000点の転廃、サブローマンです。ここに3万が1枚いきますね。サブローマンの残り枚数ですがまだいますね、2枚ずつ山には残ってますので、はい、4枚残ってます。でもしかしたらゴロチの3色変化したらルミさんのローマンもね、はい、危ないかもしれないですね。ああそうですね、他で頭ができて入れ替わったら、はい、天敗ならば、天敗ならば一番勝負しそうな感じですが、このここでこうなった時ですね、はい、これでマイスーピンウッパーマンと引くと、はい、ローマンが出てくる可能性が、ローマンが出てしまうかもしれないですね、はい、
ああ、これでもう3色できてしまいました。このロマンは出ていって補充となりますね。はい、泉江の補充です。ダブトン本一1万2000は1万2000なので、ルミはかなり、勝負して前に出て、サンフードさせても、それでもこっちも本手だと。ぶつけていったんですが、ここは泉に軍配が上がってしまいます。普段ですと、はい、あの最初のトン泣かれた段階でね、まあ、トンの後のペーはともかく、はい、9万までは、ね、打たないってもするんですけどね、やっぱりそうですね、これがプレーオフなんでしょうね。なるほど、まあ、リーグ戦とはやはり違う戦いになっていると。なのでトーナメントに近いですかね、形としては。はい、まあ、一応この後来週行われるB卓の部分はまあ分からない部分で仕方がないとはいえ、はい、今日できることは精一杯、まあ、こちらの最初のB卓ですか、はい、の人たちからしたらとりあえず1位を、トータル1位を、はい、この卓のトータル1位になっておけば、はい、ほぼ大丈夫であろうっていう、そうですね、そこを目指しての戦い方なのかなという気がしますね。なるほど、まあ、例年ではやはりこの先に行ったタクでからは1名が多いですね。はい、なるほど、2名とで特に今年の場合上位6名が詰まってるじゃないですか。はい、だからポイント次第ではこちらからゼロって可能性もありますからね。ありますね。ここで平岡がポイントマイナスしてしまった場合、はい、で内田がのバスも届かずみたいな形ですね。う、はい、そういう形になると、はい、こちらから0名っていうこともありえますからね。はい、そして、まあ、B 卓は当然 A 卓の結果を知った上での対局となりますので、はい、まあ、あの、おのずとその利害が一致してしまったりとかいう場合も十分にあるケースになります。はい、あの競りの場合ね、ポイント合わされちゃいますからね。はい、だからこちらの卓はなるべく離したいと、はい、いう意図もあるんで、うん、自動的に戦いも激しくなってくると。そうですね。おっと、おっと、これは内田三元界が全て統一となりました。ここで初を仕掛けます。場には1枚白が切れていますね、その前に。はい、これがもうこれ本一に白出ました。はい、本一に見えるので、はい、2つ目ぐらいは泣けそうですと言おうと思ったら、はい、ね、簡単につもぎになりましたね。そしてこのイースーマンちょっと盲点に、そうですね、これ相似に見えますもんね。はい、今の段階でも小三元なので、これはこれシャンポに変わると面白いですね。はい、ただ3万がもうない、ない、3万しかない、3万もあと1枚しかないので、ということは逆に E1 がいいってことですか。そうですね、今は今1枚泉の手になりますが、これも形上出ていってしまいそうな E1 ですね。あーっと、そしてない方をちゃんと切っていきました。ただこれ難しいですよね。あの周り3人から見たら、はい、この2つの仕掛けの後ロー11万が手出しで、さらに4万手出しなんで、はい、当然3万って危険な一つに入ってくるじゃないですか。そうですね、今チュンがアンコらなければ数万を平岡が紡ぎったので、はい、上がりだったんですが、ここでアンコになって短期に受けています。これは、まあ、3万ひょっこり積もってしまうか、どれか何か短期ね買いたいですけど、想像に変えたくないですよね。それだけはって感じですよね。そういうことはですよ。はい、ただこの3万もちょっとよくは見える範囲ですか。ただ最終手出しが4万というところが、そういうことですね。だからとお、うまくかわしましたね。わかわしたところが高いですね。これは、ね、はい、ウーマンを、あ、3万です。3蔵ですね。3蔵を平岡が、内田から上がっています。本当に3色もっといきなり第3元が飛び出すかと。本当ですね、あわや第3元というところでしたが、これもちろん内田の手配から全ては見ていませんので、しかし、まあ自分がアンコだらなければ上がっていたっていうのは分かりますね。そうですね、まあ、でもしかしアンコってしまった以上しょうがないですよね。第3元に取るのが普通だと思います。これ上がり優勝とかでも、はい、上がり優勝でどうします。もし上がり優勝だとしたら、上がれば優勝ですか。さすがにいつまにも返しちゃいそうですね。上がれば優勝ならば、そうなんだ。ただまあ第3元確定っていうのを
でまあこの内田さんの立場からしたらね、はい、ポイントを叩かなければいけないので、まあ、当然の選択ですね、はい、むしろよく平岡さんが押したと、はい、いったところじゃないですかね。うん、いや本当3番まで山に1枚いましたしね、実際その3番をつま上がりという可能性も十分にありましたが、しかし江平君は見事でした、はい、今流れでトップまで残り800点というところまで詰めています。そして親番を迎えています。との3曲ドラはローマン、アペンチーマンを引き入れます。少し一度手が今回はいいですね、今回もいいです。さあパースを引き入れて、さらこれでイシャンテン、ね、はい、ダンピングを重ねてテンパイ、うん、関数を闇点に構えます。そうですね、変化を待つのか、ただリャンゾーがあんまり嬉しい変化じゃないので、まあそうですね、ローソーの変化待ちだったらバリーチ打っちゃう手もありますけどね。うん、まあ打点が今のままだと出上がり2600点、はい、これをリーチ打てば、出上がり5200積もって2300になると、はい、あ、リャンゾー引きましたね、リャンゾー引いてリーチですか、はい、あ、しかしここでウーソーが、はい、ルミに間に合っています。先ほどローマン引き入れて、そうですね、リーチ展開でしたね、はい、闇点に構えてましたが、リーチドライブの先手に上がり、ルミさんもね、今の手リーチしないってことはね、はい、まだ全然諦めてないってことでしょうね。うん、確実に上がれるところは上がってと、はい、そうですね、無理に得点を叩きに行くんじゃなくて、はい、確実に上がりをものにすると。なるほど、確かにちょっとリーチ打ってしまいたくなりそうな局面ではありますよね、はい、ピンフドラ1、もう1枚のドラ引きとかね、うん、もしかしたらもう2枚のドラ引き考えたらしいですね。なるほど、確かにあれ全然ありえますからね、親は、ルミに変わっています。4曲ドラはイーマンです。さあジャンマンを引き入れてメンツが完成します。スースを引いて形が良くなる箱を切っていきます。平岡は3ピン切り、統一手になってきましたね。4統一手の中で完成している。さあ内田から3ピンを引き入れてここでトンを切っていきます。ジャンピンはつむぎり、なんかパッとしないですね。そうですね、まあ、縦系の手配、はい、うん、縦なのか横なのかっていう感じのみんな手ですね。うん、おこれで2アンコ、まあもちろんね3、4って増やしたいんでしょうけど、はい、アンコの数ですね。そうですね、ちょっとツモもあんまり効、ね、かない感じで全体的に、うん、じりじりと順目だけが進んでいくような印象です。うん、こういうのが同族に統一ばっていうんですかね。まあそうですね、なかなか横に、横が伸びず、はい、縦が増えるような、はい、ここも縦引きですか、うん、そうですね、ちょっとずつに、はい、はい、これ一度イシャンテンですね、まあ、両方見える形でありますね、はい、うん、はい、なので自然となんか全員の皮もそうですね、なんか異様な感じに、
ピンズもぎり、まあ、内田だけが割とメンツで旬率、ね、の多い国インフ系ですけど、はい、ツモが効かないですね。そうですね。これでいいシャンテン、はい、通が見えるいいシャンテン。そうですね。まあ、内田は形を決めていきましたね。おリスワンもいいシャンテン来ました。おイーマンを重ねました。ドラのイーマン。スイーマンとシャートスーピン。どれもまだ川には切られていません。山にいるんじゃないですか。そうですね。スーピンが1枚、イーマンはに関してはまだ2枚ともいますね。シャアはシャアはもちもちですね。平岡と、はい、ここで本点を取りましたね。そうですね。トイトイドラドラ積もって7個、まあ、シャアがもうありません。平岡の手に取り付いてありますので、イーマンの方での上がりが現実的かというところです。積もれば6000オールですね。そうですね。一気に原点近くまで戻ってきますか。はい。あ、おお、積もりました。イーマン積もう、6000オール、はい、これは1枚目から積極的に仕掛けて、まあ、積極的にというか順目的にも仕掛けるのが自然ですかね。はい、トイトイさん、コードラさん、6000オールが炸裂しました。ドラがない手でしたらね、はい、もう1枚待とうっていうのもなりますけど、うん、ドラドラあったのもね、作用しましたね、はい、さあ、これで失点がほぼなくなりましたね。はい、はい、取り返しました。はい、今200点まで復活しました。アルミそして親の連チャンとなります。本4局1本場、ドラはローマンです。さあ、アルミの方がいっぱいも今回もゴツゴツした感じですが、ドラを使ったメンツがありました。2メンツでの中にあります。いずれの手が良さそう。平岡も良さそうです。ソーズの1通が見える手配、この塾も手配がぶつかりそうな各社のハイパイとなっています。1つだけ少しきついか。そうですね、少し厳しいですね。しかも何ももちもちですか。ああ、そうですね。平岡は少し戸惑いましたが、パーマン切ります。表示牌のワンが目に入ったんでしょうかね。うん、ドラローワンということで、はい、一瞬考えましたが、つむぎりました。はい、そしたらイーマンをあんこにして、シャアを切っていく。サイズミーシャンテン。ただナンはもちもちなので、9万もそうですね、統一で持ち合っている形になりました。うん、仮に今ここで泉がサーブローピンを引いて、まあ、シャンポンでリーチと打ったとしても、山には1枚も残っていないと。うん、さあ、いいピンはつもぎりとします、内田。さあ、ルミ。チーマンを引いて、イーマンを切っていきます。さ、うん、あ、これはつもぎり、うん、チーピンを切ってパーピンを縦に固定しましたね。そうですね、まあ、中統一と本一とっていう感じですか。はい、別にここでいいピンですね。はい、チートイツで転敗、はい、チーマン短期に取るか、一旦取らずチーマンを切って、うん、9の3色同行とか見てますかね。うん、じゃあここでポンしていきました。チーマン2枚目のチーピンですね。トータ3万が、うん、ローソか、そうですね、はい、3色同行も見てと、はい、2度続けてトイトイ系の手配を。なるほど、チーピンが全部4枚 見せて、はい、9ピンが1枚切れてるので、はい、キューピンは仕掛けやすい、ないしは山にいるだろうという感じですか、うん、はい、そしてローソンの統一落としを見せることでトイトイ系もちょっとあの、なんていうんですかね、ぼやかすと言いますかね、うん、そうですね、そんなとこですかね。さあ、キューピン、これは止まらないか。
ああ、止まる。平岡さんからするとチートイツの目もあるので自分のですね、はいはいはい、そうすると逆にキューピーは狙い目に見えるのかもしれないですね。さあチーソーが重なります。またちょっと選択になりましたけどね。3万ですかね。あ、はい、さあ9万と9ピンとチーソーをポンしたい、もしくは集まりたい読みです。さあ泉さん9万手かかるかもしれないですね。そうですね、なんあシャーチャかなんて言って選択肢もありますが、スーピンか、スーピンととなると9万はもう出なさそう、うん、そうですね。サブローピンが薄いのでね、はい、多分スーピンニャンピンと切っていくんでしょう。はい、ここでパーピンもうだいぶ受けている、うん、受けにもう受けの方が意識強いですね。はい、アルミは今3万が来てしまいましたね、うん、嘘と、はい、はい、3万が3枚場に並んでしまいました。ルミ内田さんに転敗ですね。はい、内田は、うん、なんとパーマンのシャンポン待ちで転敗。打点がないですからね、リーチは行きづらいですかね。そうですね、まあ、なんだけ上がれる、出上がりだと上がれる転敗ですね、はい、ルミさんの仕掛けもあるというところでしょうか。はい、もうイーシャンテのままです。もう平岡から9ピンがちょっと出なさそうに、出ないでしょうね、はい、なったのでもう完全に受けてますね。はい、ルミの転敗はちょっと苦しそう。まだチーソーですね、もうてかないですね、チーソーも平岡が2枚持ってるので、はい、山には1枚もないと。さあ転敗、転敗入りましたね。はい、泉つもり3号の転敗が入ってリーチといきました。9万と何のシャンポン待ち、これは山にはないですね。そうですね、何は内田が統一、はい、9万はルミが統一と。はい、入局しそうですね。そうですね、これが背景ですか。はい、はい、はそうですね、海はまあ3万を残すという選択のみ、転敗できる可能性はありましたが、ここは多発選択が裏目となってしまいました。内田泉2人転敗で流局となっています。うん、まあ、終了しました。南極日本馬となっています。これは内田に変わります。今日のリッチボが1本馬に出ている状況です。さあ内田はちょっとこの1回戦のトンボは苦しい展開でした。この親番でなんとか盛り返していきたいというところでしょうか。14,900点、ドラは数万です。第三元転敗まではあったんですけどね、内田。そうですね、そこからまあちょっと単品3色の宝珠となってしまったというところで、きつい展開に苦しんでいます。まあ、内田さんポイントゲーム厳しいじゃないですか。はい、厳しいんですけど最後まで諦めないでは欲しいですよね。そうですね、あの諦めちゃうと隣隣といいますか、自身のね多分影響が出てきてしまうこともあるので、うん、まあ、もしダメだとしても最後まで全力で戦ってほしいなとは思います。はい、さあルミが虎の数万統一でチート位置のイーシャンテンでチャンス手となっていました。メンツ手もまだ見えるって格好でした。じゃあですね、うん、ここでチートイツに決めていきますね。ましたね。平岡、ここで換算の比例で転敗、ね、サブローピンの転敗、闇点に構えます、うん、まあ、早い順目で闇面転敗、役なしならばドラがなくてもリーチといくかと。そうですね、いうところではありましたが、もちろんでもいいように思いますが、そうですね、ましてや単位の振り返りもないので。そうですね、単位を振り替わるローピンはもう上がり牌となってしまうと。
難しい闇点を選択しています。これはポイントを持っているという意味合いが、うん、あのそうでしょうね、うん、だから逆に言うと怖いですよね、この守りの意識っていうのは。そうですね、まだ半チャン3回半残ってますので、はい、こっから守っていって最後まで持つかっていうのがありますが、うん、まあ、当然今日は的になる立ち位置という、そうですね、こともありますよね。なので、まあ、本当難しいと思いますよ、あの戦い方と言いますかね、うん、どこからスパートをかければいいんだみたいなね、はい、どこまで行ったら守っていいんだとかね、うん、戦い方難しいと思います、はい、うん、まあ、このサブロピンリーチをしなければもうリーチするポイントはもうないですよね。なので誰かがリーチと言ったら降りれるという権利をまあ放棄したくないというところですかね。はい、ぶつかりたくないということですね。はい、この1300のリーチを打ってドラアンコとか、はい、まあ、ドラドラとかいう人とめくり合いをしたくないと。はいはい、あ、ちなみにこれローピンの食い替え地位とかは、はい、あー、なるほど、ありますか。まあ、こう受けてるってことはするのかもしれないですね、うん、はい、自分の選択肢にそういうのはないんで、うん、そうですね、こうリーチを打っちゃいますもんね。そう、まずはリーチを打ってるっていうのがありますね、はい、そう、違う、これもトイトイですか、高めで積もれば4積もる、うん、3万と何のシャンポン待ち、うん、こうなってしまうと苦しいですよね、平岡さん。そうですね、まあ、リーチを打っていても上がりにはなってまだいなそうですが、ただまあリーチを打つことによっていろいろ局面は変わってるでしょうから、はい、あの内田さん、まず泣いた嘘が出たかどうかとか、はい、出たとして内田さんが仕掛けたかどうかとかですね、はい、そうですね、そういう部分もありますよね、うん、ですので、これで4000オールが炸裂なんてことになると、泉さんもテンパ、ね、テンパですね、タニオイペコ、ドラ1、シャンポンかカンちゃんかの選択です、はい、まあ、あとはリーチかダーマテンかですね、はい、まあ、のどうでしょう、カンチーマンに受けそうですがね、はい、はい、そうですね、ローマンを切ってカンチーマンに受けました、はい、ウーワンとかローワンのね、メートル枚数ですとかね、それが根拠ですか、はい、カンですね。で、ウソを4枚目を積もってきた内田は、果敢をしています。ただチーマンは平岡が暗号なんですね、はい、なのであと1枚は山にはいそうですね。そうですね、あ、裏目を引いてしまいました。まあ、シャンポンならの、あ、このナン打っちゃダメですね、これリーチかけてないってことは。これを打っちゃうようだと、せっかく闇手にした意味が、そう、意味が、まあ、なくなると言いますか、うん、これそうですね、そうですね、はい、これはしっかりしてますね、はい、まあ、やはり受けには定評がある平岡、はい、こういった部分が、まあ、あ、ここで、うん、そうですね、チーマンが最後、残り1枚だったチーマンが内田から積もられましたね、はい、はい、でこれは、泉への応順となります、はい、単野をイーペイコドラ1、5200は、はい、5800の上がりとなります。それもね、あのローワン先に積もってましたけども、うん、冷静に場を見た上がりですからね、はい、チーマン使えないで前に出る人間からこぼれるというね、はい、内田はちょっと苦しい展開がまた続いてしまったと。そうですね、あれも例えば平岡さんが先制リーチしていって、泉さんが押して嘘を出たら、仕掛けていたら、上がりでしたからね。そう、上がりがあったわけですからね。紙一重というか、そうですね、まさにそういうことですね、はい、紙一重ですね。まあ、そこに誰が座っているかというのだけでも、はい、勝負の分かれ目というのは変わってしまうと。そうですね、さあ、泉の親に変わっています。何2曲、ドラはシャーです。その泉なんをあんこにしています。ということは我々打ってたってことですか。そうなっていればですね、リーチを打って、はい、あの我々だったら打ってた可能性が、ね、可能性ありますね、はい、うん、今回のケースは、まあ、失敗だったリーチが、はい、リーチ打たないで成功だった、はい、さあ
いや、嘘を重ねていいピン切りとも重ねました。これはこの位置まで向かっていくか、キューピンをちゃんと固定、ヤンマンはつもぎりとしました。ハンズの伸びは見ないと。うん、やっぱりそうか、ドラがシャアですか。うん、1、2、3よりはもし3色になれば差し子とということですかね、はい、今これでウーピン引いたので、ここでもここで目いっぱいいきそうですね。はい、はい、ドラを切っていきました。平岡高め高めと引けば、3色になるいいシャンテンです。ロマンはつもぎり。さあチビンを重ねているにもイーシャンテン、うん、イーシャンテンが広くなったのかな。あ、そうですね、はい、はい、その前からイーシャンテンではありました。チューンはつもぎり。さあマンズが伸びていく、はい、一応テンパイ役がないテンパイですね。唯一役なしのテンパイですね。そうですね、まあ、スチソを引けば単葉に振り替わると、はい、三蔵を引けば三色になるというテンパイです。関数ピン闇点に構えています。ローピン引き戻しのピンフでも、そうですね、パソがあんこになりました。これで一通なんかも見てみる手もありましたけどね、はい、急走が3枚切れてて、なるほどというところですか、はい、さあここでルミガテンパイ、はい、リーチを打ってきましたね、はい、チーピンと初のシャンポン待ちでリーチといきました。ドラマさんも一応テンパイですが役なし関連像、はい、さすがにリーチは打たずと、はい、まあ、これマンズなんかを引けばイーソー半蔵も切っていく、ね、そうですね、ああ来ましたね、ましたね、はい、ロマンで半蔵を切っていきます。まあドラが2枚切れてるので、はい、ルビザのリーチに押しやすかったのかもしれないですね。うん、で逆に平岡さんは押しづらいですよね。そうですね、これが立場の差といいますかね、はい、トータルポイントの差なんでしょうね。まあもっているテンポイントを持っているがゆえに守備の意識も働きやすくなると、はい、さあスーピンを泉が仕掛けていきます。カンジャンゾーのテンパイ、さあやはり手配がぶつかる局面が多いです。チーピンとハツのシャンポン待ちのリーチはどうか。ハツはまだ山に2枚とも、あ、もうここでチーピンが受けられましたね、はい、泉からチーピンがつもぎられて、二階堂ルミの上がりとなります。1300点の上がり、でもやっぱり激しいですよね。そうですね、うん、泉は親番ということもあって、あのテンパイ取った以上は行くよという姿勢ですかね。そうですね、でまあやっぱり単純にポイントも欲しいでしょうし、うん、でまあドラが切られてたっていうことも、はい、大きいと思いますが、はい、さあ3局となりました。親は平岡、ドラはローピンです。そして平岡のハイパイにメンツが2つ完成しています。手から切っていく、ルミはチューンが統一、ダメタズが2つ、ルピンからはペンチャンタズを切っていきます。一段手配はちょっと苦しそう。泉も3も厳しいですね。そうですね、うん、平岡はさらに断面ダースができて、うん、スピード感のある手配となっています。ドラのローピンを持ってくればピンフドラ1の手配になると。内田さんはまた本一ですね。そうですね、マンズの本一、メンホンチーというなんかを意識しながら、そうですね、手を進めているという印象でしょうか。まあどうしてもそうなりますよね、持ちトータルポイントもそうですし、うん、この回の、ね、この半長のポイント的にも、はい、なんか攻めざるを得ないような感じですね。うーん、これがね、あの通常の
まあ、リーグ戦といいますかね、はい、上領か本戦でしたら、はい、焦らずね、ラス引いてもポイント傷口を開かないようにね、するという選択もあるんでしょうが、うん、もう傷口とか言ってられないですからね。そうですね。まあ、失うものももうないといえばないですからね。そうなんですよね。あのこのプレーオフはあの下の方の順位は確定してますので、はい、例えばこのプレーオフでマイナス100をして、はい、あの9位以下の選手よりポイント的最初ポイントが下になったとしても順位は8位で、はい、8位より下がることはないですから、はい、という意味合いではまあ行きやすいというところはありますね、はい、まあ、行かなきゃダメなんですね。そうですね、はいはい、行かない理由がないと。そうですね。サールには先ほど箱をあんこにしてイシャンテンのままですが、もうメンツ壊していきましたからね。さあドラを重ねた泉、まだ1通の目は残してドラを固定していくと、うん、まともや壊しましたね。はい、もう想像なんかいらないと。さあここで平岡がテンパイ、はい、これ絶好のドラ重なりですね。そうですね、もうピンからリアピンの変化、はい、でこうなると難しいのが周り3名ですよね。そうですね、先ほどとは違ってトータルトップからのリーチなので、はい、逆に言えば標的にもなるし、はい、なんでリーチ来たんだろうって考えると、はい、それなりの手っていう考え方もできますので、そうですね、行きづらい手は行きづらいし、うん、ましてや平岡がリーチしてるわけですからね。打ち手のタイプ的にも、はい、無謀なリーチとか脅しリーチとかはあまりしてくるイメージがない、はい、でも裏を返すと親だからそれもあるかっていう考え方もありますからね。ありますね、まあ、非常に周りは難しいですね、対応が。僕は、はい、で正解は本手と、はい、リチピンフドラドラ、はい、そしてダウンピンもまだこれいそうですよね。もうそうですね、序盤の正解牌からしていそうですよね、はい、山にたくさんいますよ。ウーピンが2枚、ダウンピンが3枚ですか。お前も残っていると、積もっちゃいそうですね。はい、ルミさんの6球はもうねそんなに悪い町には見えないんですけど、はい、さすがにヤウピンの方が強いかな。この順目で5枚いるっていうのはかなり強い町です。そしてテンパイしているルミはヤウピンが止まらない可能性は十分ありますよね。うん、あ、しかしここで、あ、もう、あ、一旦スッチマンに受け替えですね。そうですね、ヤウワンがちょっと打ちづらいんでしょうかね。はい、となるとヤングピンを掴んだ場合も、まあ、もうこれは白打てますからね、はい、いかなそうですよね。ええ、さあ泉の手にヤンピン、この手形からはいかないかな。とりあえず9万打てれば打つんでしょうが、はい、うん、ただドラドラ、そうですね、打ちづらいですもんね、ドラドラ、うん、ドラ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 あるけどそっちはどうなのという。そうですね、これ目いっぱいで例えば紡ぎったとして、残りの形、残りの順目で上がれるかどうかと考えると厳しいですからね。そうですね、はい、お、もうここはルミに軍配が、はい、上がります。なんとかかわしきったと。これはお見事ですね。そうですね、そしてこの上がりでリーチ棒が出たことで、はい、3万点減点しましょうかね。なりましたね。平岡、ここは決めておきたい位置でしたが、ルミにかわされてしまいました。うんうん、さあ、1回戦のオーラスとなっています、マイアン局、ドラはパーピンです。ルミ、トンバではかなりポイントを減らしてしまう局面もありましたが、そうですね、はい、しっかりと6戦オールを決めた後も、しっかりとマージャンを打って、その時点、原点まで復帰してオーラスを迎えています。やっぱり手役を考える力っていうんですかね、はい、手配を構成する力っていうのはやっぱりルミさんという素晴らしいものがありますからね。定評があります。さあ平岡はちょっと手配が縦目の手配になってますが、うーん、一段きつい。なんかルミさん
いつもと違う気がするんですけど。あ、そうですか、今の。普段だったら、はい、この手ですね、さっきパーソー切ってるような気がするんですけどね。ああ、7、8、9を、はい、強く意識して、強く意識する。それがこれ多分カンパワンリーチも辞さない感じじゃないですか。そうですね、椅子が引いたら、うん、リーチ。ってことは、ってことはいつも手役大好きルミちゃんが勝負の勝負を重点、勝負に重点を置いてね、うん、やってる感じがしますね、うん、勝ちに来ている、はい。まあ、こうなったらもちろん、もちろん三色ですけど、その普段はその一手を犠牲にしてでも手役を追うところを、はい、その一巡のねスピードをね殺さないように打ってきてるんでね、はい、まあ、面白いというか、うん、もう形決めていきましたね、はい。まあ、こうなるとっていうことですよね、はい。親番とはいえもう縦のフローもいらないと、じゃあ面固定していってます。今集まった白切りの白を泉が仕掛けていきます、はい、いい射点です。これはもう終わらせたいですよね、はい。やっぱりルミさんも怖いですし、はい、平岡さんに逆転されたらということでしょうね、はい。うん、サブローマンとやっぱりサブローマンは3万がもうないですね、はい、そうですね。意外とロー1もローマンも残り2枚しかないですね。3万はもうありません。山には残ってません。意外にいいテンパイに見えて結構厳しいと、うん、さあ徐々に順面も深くなってきています。泉はサブローマンのテンパイですが、3万は山には残っていません。ローマンが2枚山に残っている状況。イシャンテのまま、うん、3層とロースを入れ替えます、うん、平岡チーマンを積もったところで少し考えます、うん、難しい積も切り、うん、さあ順目もさらに深くなって、ルミはテンパイできない可能性も徐々に高まってまいります。パーワンってどうなんですか。パーワン、パーワンはまだ1枚川に切れているだけで3枚山に残ってますけどね。急走は1枚しか残ってないですね、山には。平岡さんにテンパイ入りましたね。そうですね、平岡カンパーピンのテンパイ、ナンドラ1ですね、はい。あ、ここでローマンを泉がつま上がりとなりました。白のみですね、三秒小役の上がり。ここは終わらせに行くという、はい、終わらせましたね、はい、しっかり終わらせて3万6000の点のトップで終了することに成功します。ルミさん痛いですね、これのつま上がりで。あ、そうですね、沈んでしまったのでちょうど3万点持ちだったんですが、はい、500点積もられて支払いとなってしまっています。さあ1回戦が終了しました。泉の4万6000の点のトップ、2着に3万5000点平岡、2万9000の点の3着にルミ、そして4着が8800点の内田という着順でこの1回戦が終了しています。はい、なお、はい、この第10期女流王家ですが、無料放送はここまでとなっております、はい。2回戦以降ご覧になるには日本プロ麻雀連盟に入会していただくか、300ニコニコポイントで購入することができます、はい。日本プロ麻雀連盟チャンネルにご入会すると月額540円で全ての番組は見放題となっております。はい、河野さんの試合は近々。あ、そうですね、近そうですね、11月24日ですね、はい、A2 リーグ、うん、もうございますし、はい、まだ11月11日ですから、今月今入会してもまだまだたっぷり、番組が見れるというところですね、はい。それはなんとだったの540円、なんと540円で見ることができます。 なんでさ、はい、力入るのコントになると力入るいやいや、だってそういう言い方したからじゃないですか、近藤さんがはい、というところですかね、はい。じゃあ2回戦、はい、お楽しみに、はい、今月のなんか
目玉商品、王位戦がありますね。王位戦がありますね。はい、ありますね。王位戦はございます。決勝まで今月ございますので、はい、こちらの方も楽しみにというところなので、どちらもあの無料放送なんですけどね、王位戦は。あ、なるほど。決勝まで、はい、なんですけど、ありますのでよろしくお願いしますというところです。はい、はい、では CM をご覧になって2回目の方お待ちください。はい。